左の地図は2022年参院選比例都道府県別得票率、正方形は衆院選の小選挙区、全部で289。沖縄が強く、東北、秋田、山形、青森、福島が弱い。南高北低。左の地図は2024年衆院選比例ブロック別得票率、正方形は衆院選の小選挙区、全部で289。九州が強く、北海道、東北が弱い。南高北低。九州、吉川里奈、近畿、北野優子、南関東、鈴木敦の3人が当選した。九州比例単独、吉川里奈。1987年5月25日生まれ、大阪市出身、大阪府立大学看護学部看護学科卒業、看護師、3児の母、37歳。北野優子は1985年9月19日、京都市生まれ、京都明徳高校商業科卒業、京都工科女子大学中退。2024年の衆院選は参政党で滋賀3区から出馬し、比例近畿で復活、初当選。2児の母、39歳。鈴木敦は1988年12月15日、川崎市生まれ、東京都武蔵野市の成徳学園高校卒業、埼玉県の駿河台大学法学部中退。2021年、国民民主党から衆議院初当選。2023年、前原誠司の教育無償化を実現する会に移籍し、国民民主党から除籍された。2024年の衆院選は、参政党から南関東比例単独1位で出馬し、再選。35歳。